小林正樹は日本の映画監督。北海道オタル区に会社員の息子として生まれる。女優、田中絹代の、また重廷にあたる。旧姓オタル中学校を経て、早稲田大学文学部哲学科に進学。壮大では、東洋美術を専攻し、合図81に支持する。在学中に、田中絹代に誘われて映画、桑野実は赤いの。 ロケ現場に1ヶ月参加する。1941年は稲田大学卒業。卒業論文は、室寺混流年代の研究。同年に松竹大船撮影所女監督部に入社する。同期には、野村義太郎がいた。入社試験に際しては、親しい間柄であった田中絹代に紹介を頼んだが、映画界は、実力がなければ通用しないと悟され。 田中の演者であることを隠し通したという。同年、暁の合唱、風かおる庭に女監督としてついた後、王将する。満州においてソ連国境線の警備に当たる。軍務の合間を縫ってシナリオ、先森を執筆。1944年に、宮古島移動、飛行場建設作業に従事する。1945年、宮古島で終戦を迎えるが、労働要員として、 沖縄本島カでナ捕虜収容所に収容される。1946年に復員して小畜大船撮影所に戻り、1947年助監督として木下圭介監督に就く。1948年の破壊から日本の悲劇まで11作品でチーフを務め、木下文化の優等生と呼ばれた。1952年、中編、息子の青春を監督し、 1953年、木下が脚本を手掛けた、真心で正式に監督に昇進。同年、安倍工房の脚本により、無実の罪で投獄された、BC 級戦犯を描いた、重厚な作品、壁屋付き部屋を監督するが、アメリカ合衆国への配慮から1956年まで、公開が見送られた。その後、プロ野球の内幕を暴露した、あなた買いますや、 基地の町の大敗を描写した1957年、黒い川などが評価される。1959年から1961年の3年間にかけて公開された人間の条件は、ゴミ川淳平原作の大長編反戦小説人間の条件の映画化で長きにわたる撮影期間と莫大な制作費を継ぎ込み、6部作9時間31分の 超大作となった。完成した作品は、戦時中の日本軍の暴虐と、それに反抗したインテリ兵の逆境と敗戦、逃亡、死を見事に描ききり、毎日芸術賞、毎日映画コンクール監督賞、ベネツィア国際映画祭りさんジョルジョ賞を受賞する。続く1962年、滝口康彦の小説、イブン人気を原作にした、橋本忍の脚本を 自身でも自作の中で最も密度が高いと豪語した初の時代劇、切腹でカンヌ国際映画最新サイン特別賞を受賞。続いて、小泉役の原作、階段をオムニバス方式で映画化した初のカラー作品、階段は3時間の大作で2度目のカンヌ国際映画最新サイン特別賞を受けたほか、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、 日本映画史上屈指の傑作と絶賛された。撮影は、廃屋となっていた、航空機の格納庫に大規模なセットを組んで行われ、ホリゾントに描かれた空の絵などに、美術を担当した、戸田重正の再起が光り、竹光徹による音楽は、画や演技との掛け合いを行う音響のような効果を、存分に発揮し、幻想的な世界を作り上げた。しかし、 大規模なセット、長期にわたる撮影、スタッフキャストほ800名にも及ぶ、大編成のため、制作費が大幅に膨らみ、多くの名作を世に送ってきた独立プロダクション、文芸プロダクション人参クラブは、多額の負債を抱えて倒産するという浮き目に遭う。百六十五年小畜を退社して、東京映画と契約し、百六十七年3、全プロ第一作となる。 上位打ち配慮妻始末を監督して、ベネツィア国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を受賞、キネマ巡報ベストワンとなった。1968年の、日本の青春の後、フリーとなり、1969年には、黒沢明、木下圭介、市川根と共に、4期の会を結成。同年には、第19回ベルリン国際映画祭の審査員に、招待される。 1971年には、カンヌ国際映画祭で25周年記念として、世界十大監督の一人として、厚労賞を受賞。同年から俳優在映画放送制作、命棒に、フロー、監督や井上康氏の長編小説を、テレビドラマ化と同時に、映画も制作した1975年の、化石などといった話題作を発表。 1982年には仕掛け5年の歳月をかけて米国国防総省の保管フィルムや内外のニュース映像などを繋ぎ合わせ極東国際軍事裁判の長編記録映画東京裁判を完成させた東京裁判は立花隆史などから肯定的な評価を得た一方南京事件に関する映像に中国国民政府が作成した信憑性の低い 中国の毒のフィルムを挿入したことが批判を受けるなど評価が分かれた。この間、井上康原作のトンコウの映画企画を長年温め、脚本も完成していたが、制作を決定した新生大英社長の徳間康義との間で方針の食い違いを生じ、断念せざるを得なかった。1985年、園地文子原作の連合赤軍事件を題材にした。 食卓のない家を監督。これが最後の映画監督作品になる。小林は、癌を患っていたまた重視である女優、田中絹代の晩年の面倒を見た。身寄りがない田中は、借金をしており、邸宅が邸当に入っていた。そのため、小林は、田中の法的な相続権もなく賃貸借の消文もないまま、田中のために奔走し、小林自らが借金をして、 抵当権を解除、田中の入院費をも負担した。田中の死後の1985年に、小林自身が病気で倒れた際には、急遽、彼の働きで毎日映画コンクールに、田中絹代賞が創設され、日本映画界の発展に貢献した女優に授与される、こととなった。晩年は、大学時代の恩師合図十1の電気映画の、準備をしていたが、 1996年10月4日、心近拘束のため、東京都世田谷区の自宅で80歳で死去。遺骨は、神奈川県鎌倉市の縁覚寺と、絹代の出生地であり墓がある、山口県下関市の市営下関中央霊園に分骨されている。東京の世田谷文学館で、小林正樹展が開催された。ありがとうございます。